食べラらう虫は、谷崎純一郎の長編小説。全14章からなる。谷崎の中期、成熟期を代表する作品で、愛情の冷めた夫婦を軸に、理想の女性美の追求を描いている。日本の伝統美に目覚めた、谷崎の展開点となった重要な作品である。1928年12月4日から1929年6月18日まで、 大阪毎日新聞と東京日日新聞に連載された。単行本は1929年11月に改造者より刊行された。陽と美佐子の夫婦仲は冷え切っている。小学4年の子供、広志の前では取り繕っているが、美佐子は時間さえあれば、恋人、アゾの住む妻に通うありさまである。ある日、岐阜から人形浄瑠璃の見物に誘われ、 夫婦で出かけてゆく。要は、以前に見た時とは異なり、人形の動きに引き込まれてゆく。同席した義父の愛人、おひさはおとなしい女で、要は、人形のようだと思い、引かれてゆく。要の重邸、高夏が上海から一時帰国し、要の家に来ると、要とみさこはそれぞれ離婚について、相談をする。高夏は、春休み中のひろしを連れて、東京に行くことにする。 ギフとおひさが、淡路の人形浄瑠璃を見に行くというので、ようも同行する。ひなびた舞台もようには面白く、また自分たち夫婦に引き換え、ギフ、おひさの関係が羨ましく思われた。33箇所を巡礼するというギフたちと別れたようは、神戸に向かい、馴染みの将女ルイズと会う。ルイズは、借金があるので1000円出してくれとしつこく、来週持ってくると約束をさせられてしまう。 陽が離婚の件を岐阜に手紙で書き送ると何も知らなかった岐阜は驚いて夫婦を京都の自宅に呼び出す岐阜は美佐子と二人で話したいと言って近くの懐石料理店に出かけてしまう谷崎は関東大震災をきっかけに関西に移住し伝統文化に傾倒していった食クラウム虫でもアメリカ映画のような晴れ晴れしい明るさから目を転じて 日本古来の文楽の中にある何百年もの伝統の誇りの中に舞いまつてわびしく震えている光に惹かれていく心情が描かれている。1930年8月、佐藤春夫との間の再君上都事件が世間を騒がせた。妻、千代をめぐる10年前の小田原事件以来の確執の決着であった。そのため、妻の愛人、阿蘇のモデルが、 佐藤春夫だと長いこと考えられてきたが、谷崎の末帝、谷崎終わる平の懐かしき人々によると、1929年頃、治療を和田六郎に譲る話があり、佐藤が猛反対したとされる。これらを裏付ける谷崎から佐藤春夫宛の書簡も見つかり、高夏のモデルが佐藤春夫である可能性が高く、 第一部は実際以上に事実に近いことが分かった。新聞連載では、小出奈良げの挿絵が伏せられたが、岩波文庫版ではその挿絵を使っている。小出奈良げの孫、小出龍太郎は、娼婦、ルイズのモデルは、奈良げの親しかった、中国人娼婦ではないかとしている。ありがとうございます。